久保さん常識って何なんですかね常識ね <laughs>。常識ね。なんか常識、常識を掲げてる人が、常識じゃない収入を得ようとしている <laughs>。不思議ですよね <laughs>。常識じゃない収入を得たいんだったら、もう非常識になるしかないんじゃないかなと思うんですよね。 だからその常識の中だとね、ハローワーク行ったら月収100万っていう求人はあるんでしょうか <laughs> ないっすよね、久保さん。ハローワーク行って月収100万っていう求人あります見た、多分見たことないですね。<laughs> 大体手取り10万から30万の間じゃないですか。常識。<laughs> 一般常識。だから、あの、一般常識の 世界で生きるんだったら一般常識の収入で我慢するしかないし、うん、なんか、ね、指差したところで変わらないし、うん、嫉妬したところでも何も変わらないし、あの、成功したいんだったら、成功している人の常識を勉強するしかない、取り入れるしかないと思うんですよね。うん、成功している人の常識。 もはや今うまくいってないんだったら、それはうまくいかない常識の中でぐ,ぐるぐる回ってるわけですから、少なくともアップデートしないといけないですよね。うん。いつまでも XP の OS 使ってたら、まあ、時代に取り残されますよ。<laughs> OS どんどんアップデートしていかないと、うん。そう。まあ、いつの日かね。本当に10年後あの時、 OS アップデートしとけばよかったなって言って10年後パソコンぶっ壊れてるかもしれないですね。<laughs> <laughs> はいということでいってらっしゃい。